自分で作ろう DIY アイデアチャンネルへようこそ。皆さんこんにちは。今日はね、このような作品を編んでみました。とても簡単にできておりまして、こんな風にね、ちょっとストライプ模様みたいになっているのが特徴です。で、近くで見たらわかるかと思うんですけれども、ちょっとね、こういう鱗みたいな形の可愛らしい模様が入っておりますので、皆さん一緒に編んでいきましょう。さあ、使ったのはこちらボディハグスのイージーという毛糸です。結構ね、大きめの毛糸なんですけれども、少し使っておりますので、だいたい 140g ぐらいは残ってるかなと思います。200g ぐらいね、本来はあればいいかなと思いますけれども、はい。で、70% ポリアクリル、30% 羊毛でできているので、とてもね、暖かい毛糸です。200g に 440m あります。色番号はこれですね、781。で、かぎ針ですけれども、7から9ミリのものを、指定されております。はい。で、色ですけれども、こんな感じで白とかグレーとかね、ちょっと明るめのグレーで濃いめのグレーに移り変わっていくみたいですね。はい、中心から毛糸を取り出していきましょう。よいしょ、こんな感じですね。はい、で、これで始めますので、いつものように針に糸をかけていただいて、あ、ちなみに今回使うのは 6mm のかぎ針ですね。ちょっと細めのものを使っていきます。はい。で、今回ですけれども、偶数の数で作り目をしてください。で、私は20目作りたいと思います。13、14、15、16、17、18、19、20と。はい。で、これがマフラーの幅になります。なので皆さん、偶数の数であれば、幅のね、太さは調節してください。はい。で、かぎ針から見て、一つ目を飛ばして、二つ目の目に差し込みます。で、今、糸引っ張ってきたので、二つ糸がかかってますが、そのまま引き抜きます。はい。次、かけ目をして、今三つかかってますね。そのまま全部引き抜いて、中長編み。次、そのまま引き抜き編み、掛け目して、中長編み、はい。で、次引き抜き編みというのを繰り返していきます。なので、引き抜き編みと中長編みですね。これを一つずつ交互に編んでいってください。はい。引き抜き編みと中長編みを繰り返していきます。はい、これでね、1列ずらーっと編めたのがこんな感じです。引き抜き編みと中長編みを繰り返してきました。さあ、次の段に入るんですけれども、最後の目ですね。ここ、引き抜き編みで終わると思います。はい。では次の段に、高さに1つ鎖編みをしていただいて、ひっくり返します。で、引き抜き編みから始まるんですけれども、一つ目の目の頭をね、すくう形で引き抜き編み。で、次、同じところすくって、中長編み。こんな感じです。なので、二段目以降はこのように目の頭をね、すくう形で、同じように編んでいきましょう。引き抜き編みと中長編みを繰り返していきます。はい。で、見てみるとですね、こんな風に、まだちょっとわかりにくいですけれども、斜めにね、入るラインが模様として出てくると思います。引き抜き編み。で、中長編みと。はい。中長編み。鎖編みと。あ、すいません。引き抜き編みですね。で、中長編み。で、これを一列ずらっと編んでいったところがこちらです。で、一番最後ですね。先ほどと同じように引き抜き編みで終わるので、ちょっと最後だけ、一つね、目を編み忘れてしまうことがたくさんあると思うんですけれども、引き抜き編みで必ず終わってください。
はい。で、鎖編み一つしてひっくり返す。一つね、引き抜き編みから始めていきます。はい。で、これをどんどんと繰り返していきましょう。で、ポイントはですね、まあ、あんまり糸を引っ張りすぎないということが一つと、最後の目ですね。最後は必ず引き抜き編みで終わるので、ちょっと編み忘れないようにだけしてください。それ気をつけて進めましょう。はい。さあ、だんだんですね、編み進めていったのがこちらなんですけれども、ちょっと色の移り変わりをお見せしたくて、一回ストップしてみました。この明るいグレーですね、これが案外一瞬ですね、出てくるのが。で、白いのが結構幅があってですね。で、模様がこんな風に、斜め上にこういったラインが入るのが特徴です。綺麗ですね、すごくね。で、縁はこんな感じで、ちょっとキュッと締まった感じになりますね。はい。で、これをどんどんと、毛糸まだ残ってますけれども、全部編んでいきたいと思います。グレーの部分ね、もうちょっと出てきそうですけれどもね、まだ今のところはすごくちょっとでしたね。はい。さあ、ではどんどん編み進めていったところがこちらです。はい。全部ですね、私 240g ぐらい残ってたかと思うんですけれども、それを編み終わりました。グレーもね、こんな風に出てきましたね。最初だけ、白のね、カラーが出てきたんですけれども、その後は出てこなかったですね。黒と濃いグレーと薄いグレーが交互に出てきた感じです。はい。で、大体ですけれども、一番長いところで150、160センチぐらいにはなりました。結構長いんですね。なので、首の周りにね、くるっと、1回、2回巻いていただけるには十分かと思います。はい。でね、編み終わったら、このように毛糸を引き抜いてあげて、よいしょ。よいしょ、よいしょ。はい。で、しっかりと引っ張ってあげて、で、こちらもね、しっかり短く切ってあげて、適当に目を拾って始末してあげましょう。最初の糸も同じように始末します。はい。でね、最初言った通り、最初だけ白色が出てきましたけれども、あとは濃いめのね、グレーで仕上がりました。かっこいいね、あのマフラーになったかと思います。さあ、皆さんこのビデオ気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録お願いします。また次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。